ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ。小学生の赤白帽子のあの紐の部分、絶妙にしょっぱい。汗なんじゃねえか。そう、多分お前頑張って頑張って書いた汗が多分しょっぱかったと思うぞ。あれって汗なのかな。多分ね、一番汗が染み込むと思うんで。めっちゃ汚い。赤白ボールアラール第3位に入ってくる。第2位と第1位なんだよ。第1位はあのあれ、ウルトラマンです。第2位は高学年になると被らなくなる。あー、あれ、もうここに引っ掛けてんだね、こうやって。そう、はい、そう、あの好きな女から、うん、コピーパン、なんだよ。後ろからこう引っ張られて。めっちゃ、めっちゃわかる。今のご時世、赤白帽子あんのかな。あるだろ、あるでしょ、みんな。どうですか、皆さんの弟妹、ちょっと教えてよ。ここ使われてないですけど、多分今これで5分ぐらい喋ってます。サムネとタイトルを見ていただいた通りなんですけど、ちょっとこれは気になるというか、うん、陸上系 YouTuber としてはやらなきゃダメでしょ。スプリングシューズー。ちょっと喉の調子が悪い。はい、こちらのシューズなんですけど、バネとかもいろいろあると思うんですけど、こちらどうやって入手したかというと、ポップラインさんたちが購入して一回取り上げたらしいんですよ。ごめんなさい、僕見てないです。僕見てないっす。怒られる。コメント来てるかもしれない。見てねえのか。あの、今回のスプリングシューズ、はい、ちゃんと見てないんですけど、はい、これぜひ TKD プロジェクトも履いてよみたいな言われまして、今回ちょっとお借りしてるんですけれども、竹本さんたちの感想を聞くと、これマジでビーパーフライだから、アホかと。長距離企画やったんだよね、これで。ポップラインさんは長距離 1000m です。なので僕たちは短距離系で検証していきたいなと思います。これちゃんとしたランニングシューズ、はい、っていう建物らしいです。なので皆さん、そこはご心配なさらずに。ランニングシューズとして販売したみたいな、はい、一応この動画は立派なバネが反発につながるということで、これを履けば TKD 自己ベストが出るんじゃないかという建前の動画だった。いや、隠れアイテムかもしんないってことでね。確かに、本当にコナンじゃないけど。そうですよ、もう半分コナンですから。見てください、いきますよ。音なんねんから。押して、ポチッと押してから回すと、おお、もうこの音コナンでしょ。誰がキック力増強シューズや、お前。まあということで、早速一回ね、履いてみようかな。レビューしましょう。ではやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでね、うん、こちら企画前に、企画やる前にちょっとプクが履いてくれてて、履き方ちょっとくだらないように教えてもらいたいんですけど。はい、プク、はい、はい。ペットじゃねえか。犬みてえにやん。ちなみに、ソシさん、プクのことムクって呼んでるから。まずこれ普通に履いて。まずこれ1個いっていい、うん、重量感。めっちゃ重い。これ何グラム。1キロぐらいあるで。ありました。お、重さ、どうぞ。一足1330グラム。はい、1キロ超えてきた。1キロ超えてきました。ちなみにペーパーフラウは 26.5 で 187g。 これ27センチで1300?200? ペーパーフライ10足分です。約10足分ってことだよね。やばいだろ、まず。そうそうそう、まずきつくし、あ、なってます。皆さん見えます、きつくし見えます。それで、うん、ホールド感はですね、まあちょっと最近僕27から 6.5 ちょっと下がってきてるんですけど、甘い。なんか感覚的にはスケーボーをやる時の、そうっすね、今からスキー板こうガッと入るみたいな。あ、そうそうそう、イメージですね。はい、めっちゃつま先立ちになる。はい、こうとか。で、それでそしたらこれを手前に。あ、はい、はい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 、かしこまりました。皆さん、走りのメカニズムっていうものですね、ほぼ無視していきます。これがまだ上がってない状態。上がるとこう、つま先が勝手に上がるんですよ。上がるんですよ。上げてここを潰すと、はい、こう返ってくる。なるほど。イメージなんですけど、やっぱ短距離ってつま先でついてかかとつかないけど、こういうこのアキレス腱の帰りでこういう設置をしていくっていうのが、その走りの中のメカニズムやってるんですけど、それがですね、できません。これはやるとしても、つま先つくじゃないですか、完全について母子球で踏めない。なるほど。踏めるんだよ、うん、踏めるんだけど、せっかくこっちの、はいはい、1キロを犠牲にして、うん、つけたこの装備を、はい、つま先から設置すると、はい、ほぼ使えない、はい、測定ぐらいで踏みに行かないと、はいはい、測定で踏みに行くみたいな、はいはいはい、ダッシュで行こうぜ。ですね、こういう時に使うかね、ちょっと分かったかもしれない俺。RPG とかで、はい、下毒のゾーンとかあるじゃん。ああいう時になんかこれ入ったら毒食らうな。それぐらいしか多分使い道ないじゃないか。それかポケモンとかで段差あるとこ戻れないじゃないですか。はい、あれ多分これあるとピョンって多分飛べるっていう。今んとこ考えられるのその2つ。なるほど、はい、毒食らわないか段差飛び越えるかぐらい。まだ走ってないんで、走る前に希望なくすのやめてもらっていいですか。
バネが働いてるっていうよりかは、はい、かかとで遊んでる。あーなるほど。かかとで物が遊んでるイメージ。測定で走りに行く。なるほどなるほどなるほど。ここまさにここ、はいはい、はい、ここで踏みに行く意味。そのイメージで走ってみます、はい、そしたら恩恵得られるかもしれない。ちょっとイメージはすげえ面白そうなパッケージのゲームを買ったんだけど、はい、中身最悪だった時。いや、じゃあ分かるな。走ってみようか、 50m、はい、1回15ベスト出るよ。冬季ベスト今のあれです、前のフュエルセルの5秒90です。ああなるほどね、はい、これを超えたらこのシューズはこれから陸上界に普及していくでしょう。まずですね、はい、招集所のおっちゃん許しません。ダッシュで行こうぜ。じゃあ青山くん、今のタイムお願いします。タッチダウン。タッチダウン、タイムは7秒05。おっそ、7秒05。え、ワンチャン俺勝てるくね。俺チャンスだよ、 50m 武田倒すチャンス。よしで僕この動画いいよ。あで、この動画のコメント欄も武田に勝ったほしくて、もうそれしか取れたくないっす。なるほど。取れたくはこのシューズを履いて、はい、俺が周辺のタイムを7秒05を上回るしかない。それ出たら神回だ。そうです。チャンス2回あげます。じゃあちょっと履きます。抜いてほしい、ここにいたら。待って待って、お願いします。待って、いやこれはね、これは単純でバカなやつが履いたらポンチャン速くなると思う。これは俺のための靴だよ、これすごい、すごい、これ、え、これすごいぞ。体重あるかもしれないですね、よしきさん。俺軽いからすごい、バネでこう、うんうん、これ7秒切りある。いやこれ、ね、6秒台。5秒あるぞ。5秒あります。なんか勝手に足がうんっていく。すごい行く、すごい行くよこれ。デジャブル、これなんかデジャブル、なんだっけ、ドーピーなんだっけ。おい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 、まさかこのシューズの株を上げる男よしき。めっちゃ楽しい。ダッシュで行こうぜ。完全によしき行けますね。完全にアムロレイだったら大丈夫かな。よしき行きまーす。動きどうでした。なんか俺より速そう。いや分かんない分かんない。ガチで走った。ちゃんと俺もガチ走ったよ。多少疲労はあるよそれ。疲労はあるけどガチ走ってる。タイムタイムお願いします。7秒08。え、俺勝ち。ギリ武田さんの。わーし。マジで。これもおもろすぎ。マジかよ、俺普通にこれ履きこなしてるじゃん。でも俺よしきさん、もう一回チャンスあります。もう一回やる。もう一回チャンスあります。もう一回あるもんね。もう一回できます。え、これやります。いや、やれます。6秒台目指したいですか。え、で、だって6秒台出したら TKD に勝つってこと。勝つ。いや、こんなシューズがあると面白いですね。むしろ視聴者さんの皆さんにさ、なんかこれ取り上げてくださいってあったらさ、高すぎなかったら僕ら全然買うんで、なんか DM のメッセージを送ってください、これやってほしいみたいな。なんかシューズとかでもなんか陸上につながりそうなやつだったら僕らチャレンジするんで、の前にじゃあまずやって。そうですね。はい。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでね、はい、吉木さん泣きの2本目ということで、はい、夢の6秒台が出てるかもしれない。これ TKD に勝ったら、コメント欄で叩いてね、マジで。元10秒台国体スプリンターに長距離選手が勝つ瞬間ですよ。過去の栄光ってなんか、ね、どこにでも使えるんだな。国体スプリンターで言ったらめちゃくちゃ強そうじゃない。、ね、そうだね、まあ、そうだね、間違ってない、ね、はい、はい、ということで、じゃあプク結果発表のババッとお願いします。結果、6秒91。うわいや、めっ
ちゃう。普通のシューズの時とそんな変わる。俺は5秒だいたいアベリッジ7、8ぐらい、そっから7秒ぐらい、1秒3ぐらい落ちるわけよ。違う、だけどヨシキさんは6秒アベリッジ5、6ぐらい、うんうんうん、0.3 しかなかった。やばくね。これすごいですね、完全に吐きこなしてます。でも言って、まあ、周辺には勝って取れ高はありましたで追われたからよかったけど、ただ重くてで、バネがあるからといって自己ベストも出ない。この靴なんだ。さ、今日のさ、ロケ、うん、俺らさ、終始笑顔だったね。終始笑顔だった。綺麗に終わろうとするな、お前。終始笑顔だったんじゃない？はいはい、タイム以上のものを、はい、僕たちに与えてくれたんじゃない？陸上で、はい、タイムだけじゃないよっていう。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、あ